チャランコよ、俺が本物のブってやつを叩き込んでやる。チャランコ選手一撃。さあこれで4強が出揃いました。さあいよいよ準決勝第2試合。一撃で仕留めることなどたやすい。私はあえて時間をかけて処刑するのだ。私の一族は先祖代々優秀な遺伝子のみを掛け合わせ作られてきた。トウモロコシの品種改良みたいなもんだろう。お前は死ぬ。はじめ。またしても一撃。そこが知れません、ジャランコ選手。怪人細胞、怪人どもで構成された怪人協会ってのがある。人間を辞めるのと引き換えに入会した。お主らも怪人になれ。会場からも大番狂わせを期待する空気が伝わってきます。こいつまさかズラに気づいたんじゃ。おっと、笑みを浮かべる水牛選手、緊張を隠すためか間の抜けた表情。いつもこの顔なんだけど。さあついに始まる。あれ、技が早すぎる。あの風圧は危険だ。わざと狙ってんのか。君強いんだろ。わかるよ。お、ずら飛ばしに来てたわけじゃないのか。もっと楽しいものを探している目だ。まあそうかもな。わかった。よし、じゃあ行くぞ。さらに数段速い。どんどん行くよ。大丈夫でしょうか、ジャランコ選手。今のはさすがにヒヤッとしたぜ。マジでカツラ取れるかと思った。そうでなくちゃ面白くない。さあ打ってこい。お、頭だけはガードしてるところも勘が鋭い。普段は何やってるの。散歩したり怪人倒したり。まるでヒーローみたいなことしてるんだな。あんなレベルの人たちがどれだけ頑張っても世界は救えないと思う。俺の求めている楽しい人生にはむしろ退屈の元になる不純物かな。クリーンヒット。不純物、水流って言ったっけ。これからも一つアドバイスしてやる。楽しむのが目的ならそれ以上強くならない方がいいぜ。あぶねえ、つい癖で。今のはなんとカツラの着用が発覚してしまいました。チャランコ選手は失格。埼玉、なぜここに。知ってるやつなのか。まだちゃんと見せてなかったよな。逃がすか。いいかい、武術とはこういうものだ。空流拳、連撃。うわっ。これでも武術とは要するに、なんか動きがかっこいいものだな。ああ浅い。俺もやってみるか。さっきのぐるぐる回るやつで怪人倒せたら。なめるな。決まった、ヒップアタック。山内だ、取り押さえろ。やべ、負けた。初めてやられた。敵の中に明らかにレベルの違う怪人がいる。